こんにちは、孤独のサイコマンです。今日は11月9日、火曜日、11月9日です。今日も行きましょう。孤独のサイコマンの社畜20年の総資産をお伝えしていきたいと思います。その前にまずは試合を見ていきましょうか。日経平均を見てみましょう。日経平均は現在 29,305 円、 0.68% 減です。そしてマザーズも、1113.61 で 0.99% 減です。全体的に小向きまちまちです。そしてニューヨークダウを見てみましょう。ニューヨークダウは 36,432 0.29% 上昇。ナスダックも、15,982 0.07% 上昇して います。ということで、アメリカは連続最高値更新をしていますけれども、日経は若干、揉み合って安値をつけているということです。ソフトバンクとかレーザーテックとかマネックスグループなどが高くなっています。そうです。自社株買いといえばソフトバンクグループですけれども、ソフトバンクグループはこのように大型株の中では比較的、ソフトバンクグループは 10% ぐらい上昇しているということです。あとは軒並み減少をしているものが多いということです。で、私のそれでは株式に行ってみましょう。社畜20年の株式、現在は資産合計は3689万1030円です。評価損益は453万5189円となっています。そして、国内株式は今ウエストオーリングタスキの2銘柄を持っています。タスキは決算があって、調子がまあ良かったということで、今値上がりをしています。前日以下と286円のプラス、でなっています。なので今5600株保有しているので、プラス219万7592円の含み益となっています。そしてそれ以外でアメリカはちょっと分散投資をしていますけれども、テスラですね。テスラ話題になりました。イーロン・マスクさんがこれですね、日経新聞から引用してますけれども、テスラ株一時 7% 超安、マスク氏の保有株売却提案でということで、8日の米国株式市場でアメリカテスラ株前週比前市で一時 7% 超安となったと。イーロン・マスク、最高経営責任者は自らがツイッター上で呼びかけた投票の結果に従い、保有する同社株のうち 10% 売却すると見られているということで、大量の株式放出による値下がりを懸念した売り方優勢になったということですけども、そこまで影響はないんじゃないかなという見方が大半だということです。私もそこまで影響はないと見ているので、特に売却などはしていません。まあ売却してないといっても10株しか持ってませんけどね。そもそもテスラ株はもう1株あたりもう日本円ですると10万とかするんですかね。今ね10万程度するので、これだけでも 100万円ぐらい持ってるということになります。ですから非常に買いがたい値傘株であります。そしてそれ以外に、メタプラットフォームズのプラス、エイスキャピタル、そしてメインストリートキャピタル、これは BDC メンバーですけども、これはプラス。そして、新しかった VUG、バンガード米国グロス ETF、バンガードトータルストックマーケット ETF、人気の ETF ですが、これも10株ずつ購入しています。これはいずれもプラスになっています。そして一番の SPYD は、600株持ってますけれども、これは、まあ、配当金目当てで購入してますので、まあでも、長く持ってるので、プラスになっていると、57万円程度の含み益になっているということです。そして、新しかったのはデータドックですね。あとはデータドックと、ドキュミティですね。決算が好調だったので、1株と、あとドキュミティは10株買って様子を見ているところです。NVIDIA も一株買って様子を見ているというところです。マラソンデジタルホールディングスは、ビットコイン関連で、暗号資産関連で購入しています。そして、マイクロソフトは長期安定株として保有しているというところです。あとは、ファームホールディングス、アップスタートホールディングス、これいずれも今週決算がありますけれども、要注意です。どちらもフィンテック、金融フィンテックなので、
スキー自体はいいと思われますので保有をしていきたいと思っています。ということで日本株アメリカ株は以上になりますけど、あとはアイフリーレバレッジナスダック100は2630口だけ持っていると、3万8000円分持っていてプラス104円プラス1057円になっているということです。というような状況です。で全体の雰囲気はこういう以上の453万程度になっているということです。そして次がビットコインですけども、ビットコインは今まあ上昇しています。含み益は今今日だけで74万円程度になっています。そして総資産総額2150万1943円となっています。ビットコインはこれですね、ちょっとニュースを見てみますと、コインテレグジャパンさんから引用させていただきますが、最高値更新のビットコイン11月末に9万8000ドル到達となるかということで、まあ、ビットコインは史上最高値更新し、ビットコインは6年7000ドル台半ばまで上昇したと。11月8日から23日過ぎにビットコインは10月20日に記録した過去最高値である6万7000ドルのポップアップを試み、高値まで押し込んだということになっています。ちなみにこの11月8日というのは2010年11月8日に初めて100万ドルを突破した日でもあるということです。ということで、今後についてプラン B はビットコインが11月に9万8000ドルで終わりにつけ、12月末には13万5000ドルをつけるだろうと予測をしているということです。強気サイクルでビットコインが来年28万8000ドルまで上昇する可能性があると予測をしているということであります。ということで、ビットコイン、暗号資産は今絶対的に調子がいいということをお伝えしました。まあ、私の含み益も年次だと1393万5584円となっています。そして日次だと77万802円、月次だと226万6149円となっています。そして、ビットコインの後はこちらです。これはコインビットコイン、いわゆるビットフライヤーでは買えない銘柄というのがあるんですけれども、それがコインチェックで買えるのは IOST とエンジンコインということになっています。IOST は今5万円ほど購入して、エンジンコインは1万4000円ほど購入しています。まだビビたるものでありますけれども、今後資産推移、状況を見ながら、22% 上昇しているというところです。そしてこっちはビットポイントなんですけども、これが、これもビットポイントしか買えないものを2つ見に購入しているということです。それはジャスミーとエイダコインですね。これをジャスミーは11万円分買って、エイダコインは5万円分買っているということです。まあ、これも今後期待しているということで、ホールドをしておきたいと思っています。まあ今日はそんな感じでございますけれども、全体の総資産を入れるのを失念してしまいましたが、現在は暗号資産の上昇がきっかけで資産総額は7283万9813円になっています。そして資産推移を見てみましょう。資産推移でいきますと、11月7日7月末にはまだ5000万でしたけれども、からやっぱり暗号資産が900万ぐらい増えてるということが一つあります。この時は17月末は1390万程度だったんですが、暗号資産がどんな1200万まで伸びてるので900万ぐらいプラスになってるということです。そして株式が500万程度ここでプラスになってるということで、あとは年金とかほとんど変わりませんので、
だから暗号資産の、900万と、株式の500万で1400万がこの4ヶ月でプラスになったということです。ですから今7200万になっているということですけれども、まあ一喜一憂せずこのまま継続して、地道に投資をしていくのは最も奥リピートへの近道だということだと思います。まあ暗号資産がどこまで上がるかっていうのもポイントだと思いますが、あとは株式ですね。株式もしっかり銘柄選定をしていかないとまた含み損を出してしまうので、引き続き慎重に、投資をしていきたいと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。さよなら、さよなら。